はい、こんにちは、ザ・ゲームチャンネル99です。去年ご紹介したアイテムはこちら、2017年ゲームマーケット春の新作ですね、ツンダーラですね。もうすでにですね、プレイレポートとかでね、ちょっとご紹介したりしてますけども、ようやく入手できましたので、今日はこちらのツンダーラをご紹介したいと思います。はい、このツンダーラですね、非常にね、小箱タイプのカードゲームになってまして、ここのね、絵柄をご覧になっていただいても分かると思うんですけど、いわゆるエジプトチックなね、なんか絵柄が描かれているカードゲームになってまして、プレイ感はですね、なんていうか、ぷよぷよっぽい感じなんですね。といっても、このぷよぷよってね、色のついたね、やつが落ちてきて、それがくっつけると消えるんですけど、これは消えちゃいかんっていう逆側のね、タイプなんですけども、なんとなくそういう落ち芸的なね、匂いのするカードゲームになっています。ね、非常にシンプルなゲームなのでね、早速ね、展開していこうと思います。はい、このツンダールですね。タイトルがね、ツンダールって言ってくるんで、積んでいくんですけども、落ち物ゲームって言いましたけど、こっちがね、下になってて、こっちからこう向かってね、積んでいくんですね。つまり、こんな風にだんだん積んでいくんですけども、積んでいって、とある条件になってしまったら、バーストということになっていて、バーストをですね、2回してしまったプレイヤーから、ゲームからノックと。で、一番最後まで生き残ったプレイヤー勝ちと。ただし、この、のけられる時にですね、ある条件が満たしていれば、そのとこ逆転勝ちできる。なんていうですね、ちょっと変わったタイプのゲームになってました。で、このカード自体は非常にシンプルで、このヘビ、鳥、猫、で、3種類の絵柄のものが、黄色、赤、青ってね、この3種類さらに塗り分けられてるわけですけども、これを各自、一定枚数持っていて、自分の手番になったら、こう積んでいくんでね、どっかにこう出すと。で、ドローすると。これだけなんですね。で、この時絶対バーストはできませんって感じですね。で、次のプレイヤーになると、ここはもう1枚積んであるので、ここの下のところに積むか、ここに積むんですね。落ち物ゲームですからね。こんな風に積めると。で、また手番が回ってくる。で、こちらは一定枚数まで実は積めませんで、高さに上限があるので、いくらでも上に行けるわけではないと。で、次のプレイヤーも、またどっかに置いて、こう引くと。で、なんかこの変な風にね、積んでると思うんですけども、なんでこんな風に、こう積んでるかって言いますと、これ実は、隣り合った、物同士が縦または横で隣り合った物同士が同じ色または同じ種類になってしまうとバーストするんですね。つまりここだとここ猫で挟まれてるんで、ここ猫を置けないですね。でかつ黄色でもダメだし赤でもダメなんですね。同じ種類か同じ色で挟まったら消えちゃうんですね。消えてしまうんですね。なのでここのところに猫を置いてしまうと猫になってて2枚以上くっついちゃダメなので、これが連鎖してしまって消えて、その人は1負けと。で、2回負けたらゲームから除外されると。こういうことなんですね。で、この時に、この3枚が消えます。消えたらこれ宙に浮いてるんで、こう落ちます。落ちたら、鳥でもあり、黄色でもあるんで、これももらえます。っていう状態になって、この時ゲーム負けたんですね。で、負けたんですけど、この時受け取ってる1、2、3、4、5、5枚は持ったままになっているんですね。で、これで次のゲームが開始と。2回負けちゃったら伸びちゃうんですけども、次のゲーム開始と。で、なんでこれをじゃあ受け取ってるかっていうと、2回負けたらゲームから除外されるんですけど、1回目に負けた、ないしは2回目に負けた時に、一定枚数以上このカードをもらっていることに成功すれば、その人は勝つんですね。つまり、1回目で何枚かもらった。次この人カードがマッチングしてしまったらもうゲームから除外されてしまうわけですけど、その時に指定枚数以上合計で持っていれば勝つので、次はバーストするんであればどうしたって規定枚数まで取りたいっていうね、全然思考が変わるんですね。それまでは出す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 なんていうんで、みんなこういかにこうバーストしないように出すかっていうね風になってるんですけど、この1回受け取った人だけは違っていて、どうせバーストするんだったら今5枚もあってるので規定枚数まであと X 枚あるから、その枚数を一気に受け取りたいんですね。で、またはさっき言った1回目バーストするときにもどうせだったら多くもらいたいですよね。2回目もらう量少なくて済むんで、規定枚数は1回目と2回目の合計でいけるから、どうせだったら大量にこうもらっておいて成功するようにしたいなんていうことをしたいわけですね。もちろんこの状態でもやると、ただここを赤で消すと、これとこれが赤で消えて落ちて、青と青がまた消えて落ちて、ここでおしまいで、この人のバーストした人はじゃあ4枚でしたという人で、この人はまたバーストで、これまたゲームが流れて次のラウンドは開始と。こういう風になってですね。こういうだけの非常にシンプルなゲームですね。何度も言いますけども、必ずこの下の、ここはね、一番下の地面っていう設定になってますんで、地面に一番近いところに
で置いたところに同じ色がある、あるいは同じ種類であればバーストしてしまう。その時は積みゲーの要領でガチャ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 と上からこう崩れていくので、崩れたのでコンボが発動すればもらえるだけもらって構いませんよ、なんていうことになってるわけですね。でこの時になるべく1回でももう破綻してしまっていれば、なるべく大きい枚数が取れるように頑張りたいわけですよね。なんですけど、こっちの上における上限には限りがあるし、みんなは自分以外の人はね、1回もまだバーストしてない人はなるべく欲しくありませんからね。どうせバーストすると決まった瞬間ぐらいから一気に欲しいだけなので、そこのところですね、駆け引きですね、なかなかこれ面白いんですね。ただこう積んでいってバーストしないように積みたい人と、もうどうせあと1回でゲームから離脱されるんだから、もう規定枚数まであと X 枚取りたいなんて思ってる人が両方混ざってプレイするっていうところがですね、これ、まあ、いわゆるバースト系ゲームなんですけども、この積みゲーのね感じ、落ちゲーですよね、落ちゲーの感じのところとこの色または種類が組み合わすときにバーストっていうところがなかなか合体してて面白かったですね。でもちろんですね、この規定枚数はね取ることができなくて、2回目バーストしてしまった人はゲームから除外されて残ったプレイヤーで繰り返し続けていく、そして最後の1人になったらその人の勝ちっていう風に行くんですけども、大抵そこ行くまでに誰かが規定枚数ねやることができて、なんかバーストしちゃいかんゲームなのに誰かバーストを狙ってしまって通る人が出るなんてこともですよくあることなので、このバーストしてはいかんゲームなんだけどバーストするんだったら一気に枚数取りたいっていうことがですね混ざってるってところが、このツンダールですね、なかなか面白く出来上がってるゲームになってるんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、というわけでですね、このツンダールをご紹介いたしました。まあね、タイトルにツンダールってなってるぐらいですかね、まあ積みゲー、いわゆるまあ落ちゲーの方のねテイストを取り入れてるわけですけども、非常にこのコンポーネントにね書かれてるねこのねアイコン類がね可愛らしいようになってるところと、プレイが非常に簡単ですね。って普段からね1枚出すだけですからね、出した時にバーストしていなければ単に補充するだけ、これをずっと繰り返していく。でバーストしてしまったら消えて落ちて消えて落ちて消えてっていうのを取るだけ取って、どうせだったら2回目バーストするときに規定枚数も取りたいっていうのをねやるだけっていうことになってるって、なかなか私やりましたけども非常に盛り上がる、人数がね多い人ももちろんいいわけですけども、もう自分がね手間来たときどうしようもないときあるわけですね。実は最初ね言ってませんでしたけどね、手札が非常に少ないんですよね。だから選択肢があまりなくって、もうしょうがないときはどうしようもないなんてことになるんですけども、私もねすぐバーストしちゃってね全然ダメだったことあるんですけど、もう一回やりましょうなんていうのね、簡単にやるタイプのね軽いゲームなので、ね、そういう面でもねよろしいんじゃないかななんて思います。この箱の方にもねプレイ時間が大体10分ぐらいって書いてますからね、非常にシンプルでスピーディーなゲームになってるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでですね、2017年ゲームマーケット春の新作からですねツンダールをご紹介いたしました。ザ・ゲームチャンネル春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。